いや、みんな強くね。いや、みんな強くね。てか、私、ビリじゃね。いや、スクミズスロッシャーいたね。スクミズスロッシャー。スクミズスロッシャー、私と一緒でちょっとレベルが低い。ちょ、スクミズスロッシャーと、なんか仲間意識、なんかさ、こう、1500メートルとか走ってるじゃん。走ろうっつって、遅く走ろうね、みたいな、そういうのあるよね。で、なんかさ、一緒のレベルにしてると安心しない。いや、今、スクミズスロッシャー、私、そういう気分よ。いや、スクミズスロッシャーの安心感が強すぎたよな、闘技場。勝ちて。私、これ実は動画外でも普通にやってんだよね、マリカ。で、私、やべえ、やっちゃった。レート5000超えたんだよ。なんかレート5000超えたあたりから結構化け物しかいないんだよね、このマリオカ。うお、あいつ今私を砂に追いやった。 DTB なんだ、ちょっと分かんない。あ、いた、スクミズスロッシャー。いや、スクミズスロッシャーの安心感が強いな。勝ちて。いや、今日ね、ちょっと雑談しようかなと思って。私、いや、昨日さ、昨日明日の実況何しようかなと思って、つまり今日だよね、今日の実況、昨日明日の実況何しようかなって考えてたんだよ。いや、スクミズスロッシャーはやっぱ私と同じくらいだから、スピードも割と同じくらいだな。何しようかなと思ってて、なんか風船の面白そう、なんか風船の面白そうなゲームあったんだよ。で、それ買ったんだよね。1000円ぐらいしたのかな。買ったらなんと、買ったらなんと2人プレイ専用なんだよね。今の時代ある2人プレイ専用のゲームで、私できなかったんだよ。できなくて、結局ね、まあもう諦めたっていうか、できなかったよね。なんかトレーニングモードみたいになったんだよ。で、トレーニングモードは一人プレイできんだよね。あ、そうだ、私コイン取るの忘れてた。いや、なんで普通さ、いや、くそマリオ、てめえ、きそは。いや、コイン取ろう、コイン取ろう、コイン取ろう。あ、でも結構密集してる。見て、右のマップ。割と密集してる。これちょっとあれば一瞬で逆転のチャンスあると思う。で、コイン取ろう、コイン取ろう。そう、私いつも忘れちゃうんだよ、コイン取るの。コイン意識すれば。いや、全然これみんなさ、今12だから、やばいと思うじゃん。絶対いける。見てろよ、みんな。最後の逆転劇。これ取ります。これ取ります。これ取って。いや、間に合うかな、間に合わねえか。いやー、テレサか。なんか、キラーとか奪ってくれ。いや、キノコか。いや、でも全然いける。全然いける。私、謎のポジティブ感ある。これ、相手マジで2つ欲しい。マジで2つ欲しい。よしよしよし。お、でも、スクミズスロッシュ、あいつ裏切ってる。裏切ってる。なんかあるよね。1500メートル一緒に走ろうって言ってんのにさ、めっちゃ速度。俺今日勉強してねえからみたいなこと言って、めっちゃ高い点数。あ、来た、スクミズスロッシャー、スクミズスロッシャー、スクミズスロッシャー、勝ちて。こいつにだわけは負けられない、スクミズスロッシャー。いやー、スクミズスロッシャー。よしよし、4位は結構でかいんじゃない。4位は結構大健闘な方なんじゃないかな。結構頑張ったよね、私。いや、ね、強いね。ね、強いね。ねの威圧感強くない？なんかさ、こう自分の意見を押し付けるときに言えるよね。やっぱ弁当は、梅干し弁当だよね。ん？ね。